夜中に赤ちゃんが起きるのはなぜか、原因を見つけるのには時間がかかりました。睡眠は赤ちゃんの脳と体の発達にとってとても大事です。だからこそできるだけ気持ちよく眠れるようにサポートしてあげたいと思いました。うちの子が寝つけなかった原因とその対策をいくつかご紹介します。まず気づいたのは、寝つけない時におむつをチェックすると濡れていることが多かったということです。おむつが濡れている時は娘も起きてしまいました。そこで私はお尻を一晩中サラサラに保ってくれるおむつを選んでいました。おかげで夜もぐっすり眠れ、娘も私も気持ちのいい朝を迎えることができました。生まれて数ヶ月間は数時間おきにおっぱいを飲んでいました。授乳を睡眠と混同してほしくなかったので、かなり早い段階からミルクを飲んでいる間は赤ちゃんを眠らせないようにしました。話しかけたり、小さな声で歌を歌ってあげたり、時には授乳の最中におむつを替えるようにしました。そして眠ってしまう前に子供をベッドに寝かせてあげること、これこそ赤ちゃんが自分で寝ついてもらうための鍵だと思いました。うちの子には寝るタイミングみたいなのがあって、それを逃すと疲れ切ってしまい、逆に眠れなくなってお手上げ状態でした。子供3人それぞれ違ったので、最初は手こずりましたが、徐々にみんなの眠気のサインが分かるようになりました。目をこすったり、ぐずったり、頭を垂れたりといったサインを見せたら、私はできる限りすぐに子供をベッドに寝かせてあげました。うるさい音が邪魔になることが多々ありました。でも逆に静かすぎるのも同じぐらいダメなんですよね。そこで寝かしつけるときは簡単な子守歌の BGM をかけるようにしました。ホテルに泊まって目が覚めたときに、どこにいるか分かるまで時間がかかったことってありませんか？赤ちゃんはまさにそれを体験しているのです。自分のいる場所を確認するために、赤ちゃんはママの顔を頼りにします。眠りに落ちた場所とは違う場所で目を覚ますと、多くの場合赤ちゃんは大泣きをしてママを呼びます。これを解決するために、寝かしつける場所を同じにするようにしました。これは出先でも役に立ちました。これが私の経験ですが、もちろん赤ちゃんは一人一人違うので、皆さんもお子さんに一番合った習慣を見つけていくんじゃないかなと思います。赤ちゃんが夜中に何度も目を覚ましてもご心配なく、きっと自分に合ったなだめ方を見つけられるでしょう。子育てのアドバイスを公開中。詳しくはパンパースの YouTube チャンネルまで。